西風中学校、高等学校は、大阪府大阪市天王寺区石月寺町にある市立の男子校、姉妹校として、学校法人西風南海学園が運営する西風南海中学校、高等学校がある、高野山新言集大僧場である、平岡東宝により1932年、創立された大阪電気学校の境分校を前身とする、高校の電気化に加え、 1948年に高校普通科を設置、中学校を併設する。1949年、当時の大阪府知事、赤間文造により、幕末の長州藩の反省改革者、村田政風にちなんで、政風と名付けられた。創設者の平岡東宝は当時名だたる企業改革の仕掛け人であったため、村田政風の名前をいただいた。1954年には、 商業化を設置しているが、その後電気化商業化の募集を中止している、仏教を中心とした宗教教育を実践している、創業者一族による同族経営である、教育方針にも、高野山新言宗の教えをベースに、仏教を中心とした宗教による教育を行う、ことや、仏教の戒律を守る精神に基づき、ルールを守る大切さを体得させることを明確に、 掲げている、教科課程の道徳の時間には、仏教の時間を組み込んでおらず、系統立った仏教教育の授業もない。その代わりに、教科外活動で生徒の宗教心を定期しており、これを宗教教育と称する、毎日の朝礼での般若心行の度教や、年一回の収容行事などが行われているほか、期末考査では必ず、宗教の試験が行われる。 毎朝8時40分より実施される。内容は黙想、半夜心療の度胸、学校長の訓話、である。う天示は、放送にて教室で行われる。その後、担任によるホームルーム約5分。また、石井里氏やダライラマ14世など、オリンピック出場者や著名人などが訪れ、訓話をすることもある。政府高校には、生徒会ではなく、学友会という名の組織が存在する。 役職には、会長、副会長、初期がある、全校生徒による選挙は行わず、全期後企画はじめの大議員会で推薦、または立候補した者の中から各クラスの大議員により投票で選出される。制服は、2013年入学者からは、高校は、ブルザー、中学は6つ、ボタン詰め入りの独自デザインに変更された。共に、安藤昭彦デザイン。 高校生のブレザーの上着胸元には交渉に政府1945と書かれたエンブレムが縫い付けられており、ネクタイの色で学年を判別する。中学生は襟につける交渉バッジの色で学年が判別できる。2012年までの入学者の制服は高校、中学とも統一デザインのブレザーである。上着の胸元には S と書かれたエンブレムが縫い付けてある。また、ネクタイは コン、エンジ、グリーンの各色が用意され、学年が識別できるようになっている。このため、学年賞は着用しない。かつてはあらかじめノットの部分が作られた、ワンタッチタイプのネクタイを、ホックでカッターシャツに固定する方式が採用されており、いわゆる通常のネクタイは希望購入制であったが、1990年代、後半の高速改正により通常のネクタイに変更された。 1989年までは学ランが制服であった。体操服は、冬用、夏用ともに胸に大きく、政府のロゴが入り、冬用長袖上着は、丸首トレーナータイプ、夏用半袖上着は、首回りと袖口が、ゴムの縁取りで絞られたタイプとなる。学年の識別は、冬用が、トレーナーの色、夏用が、首回りと袖口のゴム、ロゴの色で判別される。 英語及び数学に関して教育研究所が設置されている。だが、ほとんど利用していない、課外学習として NIE 活動が挙げられる。これは記事を題材に、フィールドワークや討論を行い高度な思考能力の獲得や社会問題の理解を目指すものであると説明されている。西風高校、中学は NIE 実践校として活動しており、2003年には、 第10回の発表会が自然と人間の共生をテーマに南校舎7階で開かれた。この学習の一環として北朝鮮による拉致被害者家族連絡会のハスイケトールの講演会も催された。著名人を招いて講演会を催すこともある。1997年2003年に日曜4人のノーベル賞受賞者を迎え、フォーラム21世紀の創造が開催された。 超伝導の理論の研究で、ノーベル賞を受賞したアンソニー・レゲット、同じく、ノーベル賞学者の江崎・レオナラが講演を行っている。2006年11月、2014年4月、2016年11月には、ダライ・ラマ法王による法和会が開かれた。コースは、秋の実力テストの成績により学年進級時に入れ替えがある。中 一学年では普通かも理数かも学習カリキュラムは同じである。南校舎施設は北立総合体育館、中央館と片側に車線の道路を挟んで真向かいにある南館で構成されている。南館はその他の施設がある北側の敷地と立教でつながれている。総合体育館は地下1階には柔道場と剣道場が1階には 体育系クラブの部室が2階と3階には体育ホールが屋上にはテニスコートがある。3階の一部にはトレーニングルームと呼ばれるスペースがある。校内の集会で中学、高校の全生徒が集められる運動場はコンクリートに人工芝の全天候型である。毎朝の朝礼は運動場で行われている。運動部の部活動は運動場や 体育館のスペースを分け合う形で行われている。ちなみに、グラウンドが狭いため、運動部の中には、西風南海学園のグラウンドや大阪城公園を使用する部もある。また、水泳部やヨット部は、プールがないため、運動場でトレーニングをしている。北校舎7階には、総大理石像の西風神社がある。西風神社の祭神は、天照大神であり、伊勢神宮の分社である。 西風曼羅新言衆系の寺院の多くで、本尊とされている、大日如来が、西風曼羅として礼拝用具一式と共に、南校舎の1から2回吹き抜け部分に設置されている。これは、南校舎の建設時に制作、安置された、新言衆の教義に基づく、大蔵界曼羅であるが、諸如来を色で表現している色曼羅の様式を、とっている。 瞑想室本校舎2階に設置されている。宗教部が利用しており、一般学生が利用することは少ない。瞑想室には、西風荼羅とタイになる荼羅が安置されている。新言宗の教義に基づく、混合会荼羅であるが、諸如来を色で表現している色荼羅の様式を、とっている。2017年に完成。中央館1階に、食堂、2階にフードコートがある。 2017年に完成。中央館3階から5階にかけてある。体育館として使用したり、卒業式などいろいろな時に使用される。2017年に完成。説明会、保護者会などに使われる。1月1日に行われる。参加は自由。3月下旬に、西風学園から高野山までの100キロメートルを歩く。しかし、 中学1年生は途中の泉川会期の 30km 地点で終了となる。2018年より中学2年生は 55km になった。希望者による有料参加だが、ハイキングや富士登山等に参加することによって得られる。ポイントが基準を超えている必要がある。最後は高野山奥の院にある西風供養等に参拝する。天候によっては途中で打ち切りになるが、 それでもバスで西風供養要等に行く。年4回、主に大阪府南東部や和歌山県北部、中央の山間部で行われる。希望者による有料参加。ルートは主に 100km 歩行のルートの一部であり、100km 歩行の横を兼ねている。昼間歩行第1回及び第2回が行われる。距離は10から 15km 程度で、和歌山県の山間部。区間は、 100km 歩行の和歌山県高野山、手前付近及び第4回の座王峠付近である。第3回及び第4回は夜間歩行が行われる。夏休み中の7月下旬に富士登山を行う。8号目か元祖7号目の山小屋に仮眠し、深夜に山小屋を出発して山頂での御来光を目指す。各ルートの山頂でなく最高峰の県ヶ峰の横の山まで登る。 しかし、2016年度は、天候悪化のため、県が峰まで行けずだった。中学2年生から高校3年生までが、参加できるが、高校3年生の参加は担任の許可が必要である。希望者のみの有料参加であるが、参加は抽選となる場合が多い。高校2年生のうち、参加経験のない希望者は、抽選が免除され全員が参加できる。ただし、 少なくとも一回はそれまでに開催されたハイキングに参加している必要がある。8月20日頃から3泊ほどの日程でホテルに缶詰になって1日中勉強を行う。参加は有料で必須あるが欠席するためには正当な理由が必要とされる。中学生1年生は7月に臨間勉強合宿を行う。2学期の始業式は9月1日ではなく9月3日としている。 これは1950年9月3日に関西地方を襲った JN 台風により、旧校舎が全壊し、学園存亡の危機が訪れたが、その後、無事鉄筋コンクリートの校舎で学園が再建されたため、学園の申請記念日として9月3日を2学期の始業式としている。ただし、実際には、補修と称して8月20日頃から2学期の授業は事実上始まっている。 9月初旬に2日間行われる文化部、運動部、クラスが様々な展示や模擬展を出す。体育館へ移行では多数のバンドや漫才が披露される。10月初旬頃に中学校は京セラドームにて、高校は金岡公園陸上競技場にて行われる。11月頃に大阪府立国際会議場で行われる中学生の全生徒を対象に模様されているもので。 各クラスが、それぞれ一曲歌い、学年ごとにその考説を競う。12月の冬休み中に希望者のみ有料で、長野県方面横手山のスキー場で合宿を行う。中学1年生は全員参加する必要がある。毎年、1月1日から14日間、大阪市天皇区の4天王寺、6寺堂で、修正会が修正られ、14日の決願の日に、ドヤドヤが行われる。 高校生は、紅白ふんどし姿で参加する。参加は自由。毎年5月に、中学1年生及び、高校1年生を対象に行われる行事。2泊3日の間、普遍だけに分粛して、収容行事を行う。収容行事ではオリエンテーションをしたり、高野山の構想から講話を聞き、社協等を行う。また奥の院や、清風供養等にも参拝する。社経が終わると、 全員の社経を収め、全員が、菩薩会の受会を受ける。宿坊の浴室が狭く、涼しい時期で汗をあまりかかないこともあり、宿坊での入浴はない。中学2年生は、放流寺、高校2年生では、放流寺、薬師寺に日帰りで参拝する。中学3年生、高校3年生では、伊勢神宮に日帰りで参拝する。近畿日本鉄道の団体専用臨時特急を、使用する。 運動部では、例年インターハイに出場する部が存在している。その中で特に体操部の実績は顕著であり、オリンピックをはじめとする国際大会にも OB が多数出場している。テニス部も全国有数の競合校として知られ、全国選抜高校テニス大会では3度の優勝と5度の準優勝を記録し、2010年現在男子部門で唯一第1回大会から、 連続出場を続けている高校でもある。文化系では、電気部の高校生、IT キング決定戦での3連覇、皇居での歌会しのぎで4回の入選などが挙げられる。また、M-1 甲子園での優勝などの活動も見られる。陸上部は、1978年から2008年まで、全国高校駅伝に31年連続で出場した名門であり、2009年に、 倉敷高校に抜かれるまでは最長出場記録を保持していた。付属の政府中学でのクラブ加入率は約8割である。毎年300人弱の国公立大学合格者を輩出している。例年東京大学は数名、京都大学、大阪大学、神戸大学はそれぞれ25人強が合格している。早稲田大学、慶応義塾大学はそれぞれ20名ほど。 いわゆる席席同率は700人前後が合格する。また医師役系合格者は、例年国公率に20人ほど、私立に100人ほどが、毎年存在する。ありがとうございます。